ある日、一致の隣に引っ越してきた泥ママ一家。第一印象は明るくて、人懐っこい印象の泥ママだったが、本当はただの厚かましい人だった。一致の娘と泥子が同じ幼稚園だったことから、距離を詰めてくる泥ママ一家。幼稚園の送迎をする一致の車に、無理やり乗り込んできたり、一致宅でのバーベキューに、泥ママ一家総出でとつってきたり、ママ友たちにも警戒される泥ママだが、一致に執拗につきまとってきて、厚かましい泥ママが、うちの職場の倉庫に侵入。懲りもせず助けを求める泥ママを、警察に引き渡した話。最近引っ越してきたご近所さんに困っているので、相談してもいいですか？どうしたの？我が家は私と夫、娘の3人暮らし。夫婦ともに、義両親が経営している会社で働いている。義両親との仲も良く、最近建てた家も快適だ。ご近所とも程よい距離感で付き合えており、順風満帆な生活を送っていた。そんなある日、隣の空き家に入居者がやってきた。我が家と同じく幼稚園の娘がいる、3人家族だ。こんにちは、隣に越してきたものです。と、泥ママと泥子が引っ越しの挨拶にやってきた。これ、つまらないものですけど。と、泥ママはラッピングなしの食器用洗剤を差し出した。あ、ありがとうございます。と、私はちょっとびっくりしつつも、泥ママから洗剤を受け取った。梱包なしの引っ越し祝いには正直驚いたが、今は、ロハスという言葉もあるぐらいだし、と思った。はじめまして。と、一緒に玄関に来ていたうちの娘が挨拶をすると。はじめまして。わぁ、泥子と同じくらいかな？娘は5歳で、丸抜幼稚園に通ってるんです。うちと一緒じゃん。泥子と仲良くしてね。と、泥ママ。よろしくね。と、うちの娘が挨拶をすると、泥子は泥ママに隠れながら、こくりと頭を下げた。ごめんね、うちの子シャイだから。いえいえ、うちの子なんて物おじしなさすぎて、逆に心配になるんですよ。羨ましい。娘ちゃん、また明日ね。と、泥ママと泥子は帰っていった。泥ママの第一印象は、明るくて人懐っこい人、という感じ。そのままの洗剤を渡されたのにはびっくりしたけど、ちゃんと挨拶に来てくれるし、悪い人ではなさそうだ。うちの近所には娘と年の近い子供がいないので、子供同士で仲良くなれればいいな、と思った。次の日にはそんな気持ちは消えてしまったが、子供のいる人はわかると思うけど、朝というのは、とても忙しい。娘と夫に朝食を食べさせながら、お弁当の用意をして、さらにお着替えさせたり、自分の用意もしたり。泥ママが挨拶に来た次の日の朝も、普段と変わらず、アクセクト用意をしていた。夫が先に家を出て、ようやく準備ができた娘を幼稚園へ送ろうとしたその時、インターホンが鳴った。こんな朝早くに、一体誰？と、イライラする私。おはようございます。正体は泥ママだった。どうしたんですか？と、私が聞くと、うちの子も一緒に幼稚園に送ってくれない？と、泥ママは言い出した。え、実はまだ幼稚園への道が覚えられなくって。一輝さん、一緒に行って道を教えてくれない？と、悪びれもなく言う泥ママ。うちは車で送ってるんですけど、泥ママさんは？うちは自転車なんだけど。とりあえず、今日は私も車に乗せてくれない？と、泥ママはニコニコしている。昨日会ったばかりの人が、いきなり何を言ってるんだ？ドン引きしつつも、泥ママたちと話している時間が惜しい。いや、でも、焦る私に。まあまあ、ご近所のよしみってことで。一人送るも、二人送るも変わらないじゃん。と、聞かない泥ママ。どうやってお断りしようか悩んでいると。あ、泥子ちゃん。泥子ちゃんも幼稚園行くの？物おじしない娘が、泥ママたちと会話を始めてしまった。娘ちゃん、一緒に幼稚園に行ってもいいかな？いいよ。ママ、早く幼稚園に行こうよ。と、泥ママは娘に了解を取ってしまった。断るタイミングを逃してしまった上に、このままでは幼稚園に帰国してしまう。私は仕方がなく、泥ママ親子を車に乗せて、幼稚園へ向かった。車の中では、泥ママが積極的に娘に話しかけるので、当然、おしゃべり大好きな娘は答えてしまう。娘ちゃんのお家は、大きくて立派だね。と、泥ママ。うん、うちおっきいよ。いいねえ、今度、泥子と遊びに行ってもいい？いいよ。今日遊びに来る？と、無邪気に誘う娘。こらこら、泥ママさんたちだって、引っ越ししたばかりで、お掃除とか片付けとかあるんだから。無理に誘うんじゃないの。なんだか距離感がおかしい泥ママにすでに内心引き気味だった。無理やり人の車に乗り込むような人だ。このまま家にまで入られるのは、まずい気がする。
そんな思いから、角が立たない言い方で牽制するも。うちなら、全然荷物がないから大丈夫。娘ちゃんのお家に、ぜひお邪魔したいな。ドロコちゃん、お友達ができてよかったねー。と、ドロママは一方的に距離を詰めてくる。とりあえず、娘とドロママを会話させてはいけない。朝ごはんのジュース、まだ飲んでないでしょ?と、私は娘に紙パックのジュースを飲ませて、なんとかドロママとの会話をやめさせた。流行る気持ちを抑えながら、なんとか安全運転で、幼稚園にたどり着いた。ではこれで失礼します。私は娘を先生に預けると、キビスを返した。あ、帰りも車に乗せてくれませんか?と、後ろから声をかけてくるドロママに。すみません、会社に遅刻しちゃうので。市バスで帰れますから。と、私は一目散に幼稚園を後にした。なんだろう、悪い人ではないと思うけど。まあ、明日からは、ドロママも自転車で送迎をするだろうし。私はフルタイムで働いているので、日中に家お客さんを呼ぶ暇もない。娘はああいう風に家に誘ったけど、実際問題、今日家に遊びに来てもらうことはできない。朝からモヤモヤした気分を引きずりながらも、出社すれば、仕事が私を待っている。幸いなことに、目の前の仕事をこなしているうちに、モヤモヤした気持ちは晴れていった。一応、夫には今朝のことを報告しておいた。土地勘がないから、頼られただけじゃない?と、夫はのんきな返事。でも、それならせめて前日にお願いしない?朝一訪問で、そのまま車に乗せてくれなんて、非常識だと思わない?そう言われると、確かに。人との距離感が近いタイプなのかもな。と、夫がフォローするようなことを言うので、私が気にしすぎなだけなのかな、という気になった。夫は何事もおおらかで、あまり物事を深く考え込むタイプではない。だから、私の話だけではピンとこないのかもしれない。私は逆に、考え込みがちなタイプだ。今朝のことは気になるけれど、確かに夫が言うように、初めての土地で、不安だったのかも。私だって、引っ越した先のお隣さんが、同じ幼稚園の子供を持つ家庭だったら安心するだろう。あまり深く考えてたところで、仕方がない。そう気持ちを切り替えて、仕事を定時で上がり、娘のお迎えのために幼稚園へ向かった。ちょっとだけ泥ママがいないか警戒したが、幸いなことに、すでに泥子を連れて帰った後だった。娘を車に乗せて、他愛もない話をしながら、家路に着いた。あのね、ママ。娘と泥子ちゃんは同じひまわり組さんなんだよ。と、娘はニコニコと言った。そうなのね。泥子ちゃんとは、仲良くなったの?と、私が聞くと。よくわかんない。泥子ちゃんって、全然おしゃべりしないの。ケロリと答える娘に、内心ほっとした。まだ5歳の娘に、交友関係を制限させることは難しい。みんなと仲良くしてね、親切してあげようね、と普段は教えているので、なおさらだ。しかし、朝だけの出来事で、泥ママを警戒するのも、神経質すぎるだろうか?夫にもよく心配性すぎると言われるし。泥ママを警戒するのは、明日以降の様子を見てからでも遅くはないだろう。そういう風に、自分に言い聞かせた。だけどすぐに、私の勘は間違っていないことが分かった。次の日は仕事の関係で、いつもより少し早く家を出た。ちょうど車が泥ママ家の前を通り過ぎた時に、泥ママ家の玄関ドアが開いた。一気さん待ってー。と、私の車に気づいた泥ママが、大きな声で呼んでいたが、気づかないふりをした。ママ、泥ママが何か言ってるよ。と、言う娘に。ごめんね、ママぼーっとしてて気づかなかった。と、娘にはとぼけておいて、そのまま車を発進させた。そんな風に、私はさりげなく泥ママを避けるように日々行動に気をつけていた。幸い、仕事でお迎えが遅くなることも多いので、朝も夜も泥ママたちと会わずに済んだ。このままうまく距離を保てれば、と考えていたが、現実はそう甘くなかった。それは、土曜日の昼のこと。その日は、家族と親しいママ友家族を呼んで、家の庭でバーベキューをやる予定だった。うちはオーガニック野菜や果物の卸業者なので、毎回野菜はうちが用意している。家に来るママ友たちも、それぞれ手料理や食材を持ち寄ってきてくれる。娘は幼稚園の友達と遊び、ママたちは食材の用意、パパはバーベキューの用意をそれぞれしていた。準備もできたので、そろそろバーベキューを始めようとしたその時、インターホンが鳴った。インターホンのカメラを見ると、隣の泥ママだった。どうしたんですか?インターホンで出ると、バーベキューって今日だよね。そろそろいい時間かなーって思って。と、泥ママは言った。私は泥ママを誘っていない。誰か、泥ママを誘った?と、私がママ友達へ聞くも、みんな首を振っている。
どう返事しようかと考えていると、お邪魔します。と、泥ママはそのまま門扉を開けて、家の敷地に入ってきた。間の悪いことに、子供たちが出入りするので、玄関のドアは鍵をかけていなかった。こんにちは。泥ママはそのままドアを開けて、うちの中へ入ってきた。わあ、やっぱり一輝さんの家ってお金持ちだね。と、泥ママの声が家の中に響く。ちょっと。焦って玄関の方へ行くと、なんと泥ママと泥子、そして泥パパの一家総出でやってきた。バーベキューなんて久しぶりだな。泥子、たくさんお肉を食べれるよ。と、泥ママ一家はずんずんうちの中を進んでいった。こんにちは。と、そのままリビングやキッチンにいるママ友達へにこやかに挨拶する泥ママ。ママ友達と顔を見合わせるが、誰も何も言えない。今日は誰から誘われたの？と、私が聞くと。幼稚園で、一輝さん家でバーベキューをやるってママ友さんたちが話してたじゃん。え、それって誘われてないってこと？私たちの引っ越し祝いのサプライズだから、家で待ってようかと思ってたんだけど。ごめんね、お腹が空いて、こっちから来ちゃった。と、テヘペロする泥ママ。俺たちのために、今日はありがとうございます。と、泥パパはペコリと頭を下げた。全く意味がわからない。え、どういうこと？という空気が部屋中に流れる中。うわぁめっちゃ美味しそう。泥子、お腹空いたよね？と、泥ママは準備した食材を見てはしゃいでいる。さ、子供たちもお腹空かせてるし、早くお肉を焼こうよ。と、泥ママが促した。ママ、お腹空いたー。と、子供たちも騒ぎ出したので、とりあえずバーベキューをスタートすることにした。ねえ、引っ越し祝いってどういうこと？知らないよ、誰か泥ママを誘った？知らない。ママ友達とこっそりと確認したが、やはり誰も泥ママたちを誘った人はいない。ママ友同士で会議をしている間にも、泥ママ一家はガンガンお肉を食べまくっている。パパたちは、状況を理解していないので、泥ママたちをゲスト扱いする空気になっていた。泥ママ一家は楽しそうにはしゃぎ、みんなが持ち寄った料理をバクバク食べている。つまり、状況を整理すると、こうだ。私たちは、泥ママ一家の引っ越し祝いに、バーベキューを開催したのだと。サプライズとして驚かせるために、あえて誰も泥ママを誘わなかったのだと。泥ママのとんでも理論にめまいがした。今すぐ泥ママ一家をつまみ出したかったが、すっかり子供たちは盛り上がっている。泥ママと泥パパも、何も知らないパパたちと楽しそうに話をしている。せっかくの明るいムードを壊せる人間は、この場に誰もいなかった。私とママ友達の間に、暗黙の了解が流れた。とりあえず今日は突っ込まないでおこう、と。その日、泥ママ一家は誰よりもたくさん食べて、たくさん飲んで、誰よりも早く帰っていった。片付けも手伝わずに。もちろん、1円たりとも払っていない。いやいや、意味がわからないんだけど。あの人やばいよね。と、後片付けをしながらママ友達と、非常識な泥ママ一家のことを話した。泥子が幼稚園に転園してまだ1週間だが、泥子と泥ママはすでに要注意人物扱いなのだそうだ。泥子ちゃんがね、うちの子のお弁当を食べようとしたって、先生に聞いたの。うちの子は、カバンにつけてたキーホルダーを取られたって泣いて帰ってきたよ。と、たった一週間なのに、ママ友の子供たちは何らかの被害を受けているようだ。泥子はおとなしい子だが、欲しいと思うと、それがたとえ他人のものでも、取ろうとするらしい。要注意人物だよね。と、泥ママ一家には気をつけようという結論が出た。なんだか疲れたな。みんなを玄関で見送って、何気なく玄関の飾り棚に目をやった。玄関の飾り棚には、余った小銭を入れる小さな豚の貯金箱を置いている。のだが、ない。豚の貯金箱がなくなっている。娘と夫に聞いたが、二人とも知らないという。確証は、ない。だけど、もしかして、泥ママが盗んでいった。だが、泥ママに貯金箱を盗みましたか？なんて聞けるわけがない。一応ママ友のグループ LINE で確認したが、もちろん誰も知らないと言った。おそらく、泥ママが盗んでいったのだろう。もう泥ママを家にあげるのはやめよう。いや、極力関わりを持たないようにしなければ。今まで平和に暮らしてきたのに、とんでもない一家がお隣さんになってしまった。おかげで、幼稚園の送り迎えをするときは、泥ママたちがいないか周囲を警戒するようになった。土日も、できるだけ家族で外出したり、義実家へ遊びに行くようにした。夫には、心配しすぎだと言われたけれど、私は泥ママ一家のような、厚かましい人が大嫌いだ。最近お出かけがいっぱいで嬉しい。と、娘は喜んでくれているのが、唯一の救いか。引っ越して早々、要注意人物になった泥ママ一家。
最新の注意を払って生活するイッチだったが、泥ママの猛攻はやむことを知らなかった。もうやだ。どうしたらいいのか。元気がないけど、どうしたんだ？隣に引っ越してきた泥ママ一家がしんどくて。まだ悩んでたのか。何かあった？実は、最近泥ママに野菜をくれくれされている。家はオーガニック野菜や果物の卸業者だ。たまに廃棄になった野菜や果物を、ママ友に配ることがあるんだけど、泥ママにバレてしまって。顔を合わすたびに、うちにも野菜をちょうだい。と、泥ママが言ってくるようになった。他にもある。うちの娘は同い年の子たちの中では発育がいい方だ。逆に泥子は小柄。だから、娘ちゃんのお洋服っていつも可愛いよね。さすが、経営者一家。あ、ありがとう。ねえ、娘ちゃんのいらない服があれば、もらってあげるから言って。と、泥ママは言い出した。いや、特にないかな。と、私が答えても。今着てる服なんて、もう小さいんじゃない？と、泥ママはギラギラした目で迫ってくるのだ。一応、仕事があるとか、忙しいと言って、できるだけ泥ママから逃げるようにしている。しかし、お隣さんで同じ幼稚園なので、どうしてもたまに顔を合わせることがあるのだ。そして怖いことに、それはうちだけではないのだ。幼稚園のママ友の間で、泥ママはヤバいという共通認識が出来上がっていた。前のバーベキューのように、誘ってもいないのに、ママ友の集いにやってきたことがあったらしい。おかげで、幼稚園ではママ友と遊びの予定をうっぴらにできなくなってしまった。泥子は幼稚園でも浮いているようで、なんだかかわいそうだが、どうしようもない。どうしてこちらが悪くないのに、こそこそしないといけないのだろう。憤りを感じつつも、冬休みの時期がやってきた。実は、毎年うちの会社は年末になると、商品にならない野菜や果物を安価で販売している。会社の敷地で開いており、社員の家族や友人を呼んで、身内だけでやっている。もちろん今年の年末も開催する。泥ママにはバレないように、ママ友たちにはこっそりと連絡をしたのだが、開催日当日、そこには呼んだ覚えのない、泥ママ一家が、いっちさんこんにちは。最近見ないけど、忙しいの？と、相変わらず明るい泥ママ。一体どこで嗅ぎつけたのだろうか。ねえこの野菜って、ただじゃないの？そうですね。でも、大特価でしょう？でも、これって商品にならないんでしょ？ただでちょうだいよ。と、泥ママは言った。と、ドン引きする私。この野菜たちは見た目などの問題で売り物から弾いているが、味は一級品なのだ。オーガニック野菜の魅力に気づいてもらうためにも毎年開催しているが、決して慈善事業ではない。言葉を失っていたところに、社員が声をかけてきたので、仕事だから。と言って、泥ママからなんとか逃げることができた。泥ママにはうんざりだが、これが終われば会社は年末年始、一週間のお休みに入る。それを楽しみに、頑張って働くのだ。いつもありがとう。いいお年を。いいお年を。ママ友たちは今年も大安売りを楽しんでくれた。年末の挨拶をして、お客さんたちは帰っていく。いつの間にか、泥ママ一家も帰ったようだ。最後にこまごました仕事を終えて、今年の仕事は終了。社員同士で年末の挨拶をして、帰宅した。あとは楽しいお正月だ。毎年、年越しは義実家で迎えている。もしうちで年越しをして、万が一泥ママ一家がお年玉でもねだりに来たら、たまらない。今年も義実家で過ごせることに、心底ありがたい気持ちになった。仕事納めの後に、そのまま家族3人で義実家へ。義両親も、娘が泊まりに来ることを楽しみにしている。年末大掃除やおせちの仕込みは明日する。今日は、仕事納めをねぎらう日だ。夕食を終えて、まったりとして過ごしていたその時、義実家の電話が鳴り響いた。はい、もしもし。電話に近い夫が、受話器を取る。はい、はい、はぁ、あ。夫は眉間にシワを寄せている。警備会社からだった。え？うちの倉庫の扉が壊されかけたって。と、夫が言った。誰に？今警備会社が対応してるって。とりあえず、俺会社へ行ってくる。と、焦る夫。夫はお酒を飲んでいたので、私が車を運転して、会社へ向かった。会社へ着くと、警備会社の人と、警察も来ていた。一体どうしたんですか？と、夫と人だかりの方へ行くと。私は悪くない。金持ちのくせにケチくさいことするから悪いんだ。と、聞き覚えのある声が。近づくと、そこには取り押さえられた泥ママと泥パパの姿があった。あ、ちょっと一致さん。私の姿を見つけて、泥ママは大声を出した。あんたのせいで、もう少しで、ぬところだったわ。訴えてやる。そうだ。
人命救助だ、正当防衛だ。と、バールのようなものを持ったドロパパも叫んでいる。夫も私も、全く状況が理解できなかった。訴えてやるだの、悪いのは一致だのと叫ぶドロママたちが原因だということ以外は。あの、何があったんですか？警備会社の人に事情を聞いた。なんでも、社員たちが帰宅した後に、警備員が会社の施錠をして回った。事務所と、野菜の倉庫、どちらも人がいないことを確認した上でだ。しかし、実はドロママが野菜倉庫の中に隠れていたらしい。無料で野菜をもらえなかったので、こっそりと倉庫の野菜を持っていこうとしたようだ。しかし、読みが浅いドロママ。倉庫は警備員によって施錠されてしまった。野菜の保管倉庫なので、当然倉庫内は冷蔵庫のように冷たくなる。内側から倉庫の施錠を開けることもできない。数時間は粘っていたドロママだが、寒さに耐えられなくなり、ドロパパに連絡。倉庫の扉を壊すように指示を出した。ドロパパは、バールのようなもので施錠を壊そうとしたので、当然警備会社に通報が行く。そして、警備会社と警察官に取り押さえられたというわけらしい。夫と二人で顔を見合わせた。ぬすっと竹竹シートは、まさにこのことを言うのだろう。仕事納めでゆっくりしていたのに、ドロママドロパパにドン引きする気持ちと、年末にこんな事件を起こされたイライラと、いろんな感情が押し寄せた。お知り合いだと伺っていますが、刑事事件になさいますか？と、警察官が話しかけてきた。当たり前です。思わず私は大きな声を出した。私の大声に驚くドロママたち。不法侵入に、窃盗未遂。立派な犯罪じゃないですか。もう許せない。社会的制裁を受けさせてやる。え、ちょっと待って。と、焦るドロママ。待ちません。しかるべき措置を取らせていただきます。ちょっとした出来心じゃない。私たちって、友達でしょ？と、ヘラヘラ笑うドロママ。犯罪者の友達なんていません。と、私はくしゃりと言い返した。そして、ドロママたちから離れて、警備会社や警察官と今後のことを話し合った。警備会社には倉庫の施錠を壊されかけた修理費用を算出してもらうことに。夫と共に警察署へ行って、もろもろの書類にサインもした。次の日も、また会社へ行ったり、警察署へ行ったり。せっかくの年末年始のお休みなのに、私たち家族は大忙しだった。しかし、ドロママ一家に社会的制裁を受けさせてやる。そう強い意志のもと、会社の顧問弁護士も交えて、ドロママ一家を訴えた。結果的に、ドロパパは器物損壊罪と不法侵入罪、ドロママは不法侵入罪として有罪判決。示談金は受け付けなかったので、二人とも犯罪歴がついた。ちなみに、倉庫の施錠の修理費は別途請求したが、ドロママの両親が肩代わりしてくれた。犯罪者夫婦になったドロママ一家は、いつの間にか引っ越していた。その後は人捨てに聞いた話だが、ドロ子はドロママの親戚が引き取ったそうだ。こうして私たちは再び平穏を手に入れた。幼稚園の送り迎えも、ママ友との会話も、もうドロママを気にしなくていいのだ。犯罪者というのは、意外と身近にいるものなのだな。と、しみじみ思う。もしドロママたちがここまで大きな犯罪を犯していなかったら、今でも隣に住んでいたわけだ。そう思うと、ある意味派手にやらかしてくれて助かった気もする。なんかいろいろとお疲れ様。次はいいお隣さんに恵まれるといいな。こうして、再び平穏を手に入れた一致一家。隣人は選べないので、怖いですね。もしあなたの周りに泥ママや泥パパのような人がいて、トラブルに巻き込まれたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。ちなみに、オーガニックとは簡単に言うと、有機栽培のことを指します。化学肥料や農薬に頼らず、太陽の光や水、土など、自然の恵みを生かした栽培加工方法です。SDGs の流れもあるので、健康や地球のために、取り入れていくのもいいかもしれません。それでは、今回はご視聴ありがとうございました。